今回は外国人男性が海外の旅行サイトに投稿した日本が世界から愛されている理由が一人旅をしてようやく分かったと題された体験談からになります。早速ですが要点を以下に。多くの旅行者にとって日本は行きたい国の一つであるはずだけど、正直自分にとっては決してそうではなかったんだ。おそらく日本のポップカルチャーに触れてこなかったからだろう。だけどそれは何年も前のことで、今では大声で日本が好きだと言える。初めて日本に行ったのは2013年のことで、母と妹と一緒にツアーで6日間日本各地を巡ったんだ。ガイドさんも非常に親切で、日本の自然風景は本当にゴージャスだった。この光景を目にできた自分は恵まれているとさえ感じたよ。でも同時にこの美しい国には魂がないと感じた。訪日前に周りの人たちから絶対日本に恋する、皆本当に親切、全ての物事に圧倒されるよとかいろいろなことを聞いていたから、日本に対する期待が高すぎたこともあって正直がっかりしたんだ。結局のところその時はガイド以外の日本人とのつながりがなくて、観光客としての視点でしか日本の魅力を捉えられなかったんだね。それから数年の月日が流れて2度目のチャンスがやってきた。東京を一人旅した妹の話を聞いてまた日本に興味が湧いたんだ。それで都市に行って日本の人たちと交流して街がどのように機能しているか見ようと考えた。それで東京に行ったわけだけど、人がたくさんいるのにもかかわらず息苦しさを感じるということが全くなかった。ロンドン、ニューヨーク、香港にも行ったことがあるけど、東京は今まで訪れたどの都市とも全く違ったんだ。全ての物事が同じ舞台にあるような感じで、伝統とモダンが交差する姿には感動を覚えたよ。駅では日本人の俊敏な動きと秩序正しさに驚いたね。一人旅で一番気に入ったのは人々の生活を観察することだった。主婦たちが路上で井戸端会議をする光景は世界共通で、公園で子供たちが遊ぶ姿を見守る親たちの姿や、子供たちがランドセルを背負って一人で下校する姿も印象的だった。イメージとは違い、日本人は上品に気取っているわけではなく、他の国の人たちと何ら変わらないことも分かった。日本の文化や日本人の国民性がどういうものか、この時の訪問でよく理解することができたんだ。もしも日本一人旅をしていなかったとしたら、今でもなぜ世界中の人が日本を愛するのか理解してなかったはず。そう考えると日本を一人旅して本当に良かったと思う。間違いなく今後幾度となく日本を訪れることになるだろうね。以上になります。短く例え話をするなら、美しくも魂入れずだと思われた仏像には、数年後に再建した際に実際には魂があることを知り、その瞬間から光り輝いて見えたというような状況でしょうか。この体験談には多くの共感の声が寄せられています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。